山形県総合運動公園とは山形県天童市にある広域運動公園。愛称はベニバナスポーツパーク。1992年に開催のベニバナ国体周期大会に向けて県が天童市南部に1982年から整備を進め、1991年6月1日に国体向けの陸上競技場サブグラウンド 総合体育館等の共用を開始。1996年8月1日には二重施設等の整備完了によって全施設の共用を始めた。その後、第2運動広場、駐車場等、第3運動広場の整備によって総面積は約56.1ヘクタールとなった。園内には総合体育館、陸上競技場、野球場などのスポーツ施設、 憩いの広場、遊びの森などのレクリエーション施設が設けられている。会場当初は県の外郭団体である山形県総合運動都市公園公社が県から公園の管理運営を受託していた。その後、公園は指定管理者制度を導入。2014年2月までは山形スポーツパークが指定管理者を担い、同年3月からは同社を九州合併したモンテリオ山形が、 指定管理者を引き継いだ。衛星図プロ野球、東北楽天ゴールデンイーグルスの2軍の練習場、また順本拠地として使用することを前提として、合宿所や屋内練習所を建設する予定であったが、合宿所と練習所の移動が長距離になるとして、事実上撤回された。なお、イーグルス2軍は同市にある、天道市スポーツセンター野球場でも、年数回公式戦を行っていた。 総合体育館衛生図アリーナサブアリーナのほか、日本水泳連盟公認の屋内プール、公衆温泉も備えている。RC 作り、地下1階、地上3階。建築面積14,680平方メートル、建築床面積21,628平方メートルアリーナは、B リーグ、パスラボ山形ワイバンズが、ホームアリーナに指定するほか、廃部となった。 V リーグパイオニアレッドイングスもホームゲームで使用していた。ありがとうございます。